どうもプロさんです。いや、おー、ということで今日はまたネタがありませんので質問コーナーということで、あの先週ぐらいに Google から収益が発表されて、それも伴ってね、今日はいやらしいお金に関することや、まあ、ちょっとアダルティな話の質問コーナーでございます。よろしくお願いします。ということで、まあ、あの結構ね、昔から見てくださってる方は分かると思うんですけど、俺毎月給料をね、もう分かるぐらいな感じで具体的に言って今日は今月これぐらいでしたっていうのをずっとやってきてたんです。じゃあということで早速、まあ、結構いろんな人からありがたいことにね、質問いただきましたんで、インスタで、あの毎回募集してますんで、もしインスタね、あのフォローしてない人はあのインスタあのフォローしてあげるとありがたいです。ということでやっていきたいと思います。ペンネーム、旦那の耳かきをイヤイヤしてたら耳から金塊が出てきて、その資金で独立して晴れて離婚できたさ。一人でいると幸せになる方法が分かりません。気づいてないだけですか。深いやんいきなり。はい、まあ幸せってね、まあ人それぞれあると思うんですけど、まあ俺はね、今が一番幸せだと思うんですよ。やっぱ過去にも未来にも幸せな今が本当幸せだから、いかにね、やっぱ楽しむことが大事かなと思います。その、未来に向けて。ちょっと、あの、もっと真面目な、あの、もっと面白いやつ、ないこれ。はい。いきなりこんなのいいの。ペンネーム、1500% の単行本を買うのが恥ずかしかったので、ジャンプの数ページを切り取って大きな単行本にして読んでたさ。20歳なのですが、今人生初で、人生最大の挫折を味わっています。ポロタンさんから言葉が欲しいです。ちょっと待って。何今日。まあその時のね、感情を動画に撮っておくってすごい大事です。やっぱね、人って忘れて、やっぱ挫折も挫折じゃなくなっていくんですよ。やっぱ時間が経つにつれ。まあそれもね、いいことなんですけど、人間って。だけどやっぱその時の感情を忘れないように、ビルに撮す。そしてメモに記す。どん底の時ほど嫌だけど、めんどくさいし、やりたくもないけど、頑張ってそこにメモ記しとくと。その時に、回復した時に、うわ、今って本当幸せだなと。小さなことが本当幸せだな。あの時は全然楽しくなかったのにって思えるはずなんで、挫折してる時ほど、マイナス味わってる時ほど、その記憶を忘れずに、はい、保存しときましょう。はい、次。好きな女子のリコーダーを舐めたら、ヘルペスが100個できたさん。上下関係のうまい気づき方は何ですか？今日これかい。待って、俺答えずれのばっかじゃねえかよ。まあ今ね、立場上ね、上下関係ないんで、まああの自由だからね、あれなんですけど、コラボとかさ、YouTube で言ったら、コラボ相手とか、まあそういうね、仕事で繋がる人の時に、心構えとして、絶対俺この人と仲良くなれるって。絶対この人、俺のこと好いてくれる。そして俺も絶対この人好きになるっていう感情でまず話すと。はい。それがね、すごい大事。学校の帰り道に好きな女子の下着が落ちてたので、拾ったらトラックに跳ねられ、異世界転生したさ。過去悔いはない。生きていく上で一番大事にしている価値観は何ですか？ってか、今日深くない？今日の質問深くない？俺、抜粋してないですからね。まあ、自分の考え当たり前と思わない。その人も正しいんだなっていうのを、すべて正しいっていう上で、取捨選択して生きてます。みんなを俺は肯定してます。じゃあ次。エロアニメの広告を消すのに慣れて、バツ印にカーソルを合わせるのがめちゃくちゃ得意さん。あのね、エロアニメね、エロサイトをやるとね、広告ちょっと外れるとまたピンってきますもんね、広告ね。だからそのバツを言ってます。なんで俺説明してんねん。童貞です。気にしない一言くらい。気にしない人、童貞です。気にしない一言ください。俺も23まで童貞だったんですけど、あの童貞に誇りを持ってる人の意味がわからない。次。ソードアートオンライン一期24話のアスナがスゴーに服を破られるシーンを何回も繰り返し見ておかずにしてるさん。動画編集はご自身でされてますか？はい、これはね、もう始めた5年前からずっと一人で動画編集してます、はい、やっぱね、やっぱ自分の作品だから、もう YouTube って一つの動画作品だと思ってるから、誰かに手を加えられたくないっていうのはまず一つ。本場のプロに比べるとテロップとかさ、これ見てて分かると思うんですけど、雑でちょっとなんか素人っぽくはあると思う。やっぱ堅実だから、ちょっと節約家なんで、その編集者に金を渡したくない自分ができること。自分で編集してるとこうやって喋ってるじゃん。喋ってる時にその編集後の自分の姿がイメージできるのよ。あ、
って言ったらあって出てくるじゃんテロップで。だから SE 何入れようかなとか、その時に編集後の自分で喋れるからより動画が作りやすくなる。ペンネーム彼氏のベロ中がすごすぎて毎回前歯に挟まってる鶏胸肉を取ってくれるさ。YouTuber になるのと就職するのどっちが充実すると思いますか？全然就職するのが充実します。もう YouTuber なんてマジ不安定すぎて意味わかんないですからね。毎日不安とプレッシャーの中生きてますから、毎回100万人登録者数いったところでもう飾りにしか過ぎない。もういつオワコンになってもおかしくない、崖っぷちでやってますんで。そして気づいたら新しい身が出てそっちに注目されて自然とオワコンになっていく、その恐怖に逆らいながら毎日試行錯誤して考えて考えて考えて生きていくっていうね、そういう超スーパー歩合制の世界なんですよ。まあ、それにスリルを感じて戦い抜いていくって気持ちが ある人はね、そっちがいいって人は従事すると思います。ペンネーム初めて大好きだった彼女の裸を見た時におっぱいの乳輪がでかすぎてムジラの仮面を思い出して怖くなっちゃったさ。お金を持ち始めてから金銭感覚は変わりましたか？確かにお金は持ちましたけども逆かな、マジな話で。やっぱりいつなくなるか分かんないっていうこの超不安定な状況だから、貯めとかなきゃっていう、そのより節約するのにもしお金を持って、これマジの話で病気しちゃったりとかなんか事故ったりとかしたらもうそこで止まっちゃうから、金銭感覚は逆に狂わずにもっと、まあ、節約っていう感じじゃないですけどもっとちゃんとしなきゃっていうふうになりました。はい、ということで最後今月のお給料を紹介したいと思います。で今月は、最近はね、またちょっと再生数がね、戻ってきたというか、ちょっと安定してきたんで、いいんですけど、その前が、めちゃめちゃ悪くて、これマジな話で、めちゃめちゃ悪くて、うわ、俺ももう終わったっていう感じですんごい考えてたの。うわ、やばいやばいやばいって、これマジな話で。で、案件もなくて、本当に過去最低出しました、先月。今ちょっと上がってるんですけど、7ヶ月前ぐらいに動画ね、お給料だ言ったと思うんですけど、その時の、なんと、3分の1でございまーす。怖くない？で、お前もらってるからいいじゃんって言われるのも確かに本当ありがたいんですけど、俺ね、俺は嘘偽りなく言うんですけど、確かにもらってるから、ね、3分の1でもなんとか生きていけるんですけど、先月の今月で3分の1給料減るって結構プレッシャー、結構打ってくるじゃん。まあ、ちょっと俺あんま詳しくないですけどさ、税金がさ、去年の売り上げのやつで今年来るから、今年稼いでなくても、去年の売り上げで税金かかってくるから、とんでもなく持ってかれちゃうんだよ。で、保険とかでも一気にドカってなくなっちゃうから、今年貯金減りました。マジで。ということで、はい。登録者数110万人いるのに、崖っぷちではないですけど、崖っぷちたらね、ほんと失礼なんで、なんかさ、いやらしいからさ、皮肉っぽいからあれなんですけど、見てる企業の皆様あげください。お願いします。頑張りますから。ということで今日の曲は、はい、ちょっとネタなんですけど、ここのね家の家賃で高いの、マジで高いの。レイナさんがめちゃめちゃ稼いでる大黒柱なんで、この家の見てください、この電球、そしてあのモニター、そしてこのテーブル、ソファー、すべてレイナさんが揃えました。はい、うちの大黒柱でございます。ということでそんな肝っ玉母ちゃんに今日は家賃をもうちょっと払えないかな、折半なんですけど、この家賃リアルな話全部ちょっとの間出してくれるのかと言ったら、なんと答えてくれるのか、ちょっとやっていきたいと思います。ちょっとね、レイナさんちょっといないんだよ今、なんかね、整体行ってるから戻ってきたら言いたいと思います。頑張るなら紐で生きていこうと思うんだったら即捨てるから、うん、ごめんね、分かった、ありがとう。